こんにちは。お疲れ様です。ちょっと早速撮らせていただいてよろしいですか。柳橋 Q チャンネル。はい、山田でございます。どうも。今日はなんと宇都宮に岩井社長が来てくださいました。初宇都宮です。ありがとうございます。いや本当にまずね、こんな遠いところ、はい、お越しいただきましてありがとうございます。なんと、はい、今日は、アロマプリエール、うちのマッサージを、はい、社長に体験したいいただこうと思いまして、はい、でもうメンズエステのマッサージを受けられたことは一度もないんですよ、ね、本当にどんな印象ですか。いやあのもう山田さんと知り合って、いろいろお話を聞いて、あ、はい、まあ変な話ですけど、ちょっとあのエッチなあのものと全然そうじゃない山田さんのところみたいなところがあるんだなっていう認識を持ったぐらいで、それまでは本当にあの良くも悪くもあんまりイメージがなくて、なんか僕の中では有名な TBC とか TBC とか、それからあのダンディハウス、ダンディハウス、はい、ダンディハウス的な感覚でも、ダンディハウスがどういうものなのかも知らなかったですね。はい、うちは癒しになりますので、日頃もう日本全国行かれてる、いや、そんなことないです、お疲れの岩井社長を癒せるかどうかと。で、今日はその感想も、はい、あの聞かせていただこうと思いますので、はいはい、人生初初の初体験、初体験、はい、楽しみですね。いや、どんな感じの、本当にあの、僕の方がドキドキしてますよ。いやどうしようかと思って。人気のセラピストも用意させていただきます。ありがとうございます。あの反応しないようにします。いや、ぜひ反応しちゃってください。ダメです。はい、じゃ あ本当にドキドキしてきた。どうしよう。では、今から行ってまいりますので、はい、お願いします。どうも。失礼します。ああ、はい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 。あ、こんにちは。めっちゃドキドキ。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんな若い人なんですね。はいはい、じゃあお邪魔します。おー、これなんかすごい綺麗。ちょっとやばいっすね、これ。ドキドキしてきますね、これ。これって、あの、今は他のお客さんと隣とかにいらっしゃる？あ、そうですね、別の部屋ですけど、隣とか。ワンルームマンション的なもので、そうなんですよ。部屋が違うんだ。そうなんです。じゃあもう変だし、この部屋には、もう、ここだけ。そうです。岩井所長とセラピストさん。はい、あ、じゃあ山田さん、とっととどうか。じゃあ私は失礼します。そうですか、わかりました。じゃあなんかあの、普通はあの暗くなるらしいですけど、映らないので、今日は明るくやります。ありがとうございます。ご覧いただきましてありがとうございます。本日担当させていただきます、はい、高橋さんです。はい。高橋さん、はい。名字なんですね、大体。そうです。ああ。で、お客さん、あの、下の名前聞いたりしないんですか？聞きます。答えないんですよ。はい。内緒なんですね。あ、そうなんですね。高橋さん。はい。よろしくお願いします。岩井です。よろしくお願いします。はい。じゃあ90分コースで。はいはい、本当に180コースはいい。やむなく90分お忙しいのでね。じゃあ今度あの山田さんに内緒できます。はいはい、はい、コーヒーいただきますよ。はいはい、こんにちは。はい、はい、カウンセリングシード。そうですね、これ婚歴、未婚、バツ、既婚。内対面、疲労激しい、疲れやすいな、そういうことですね。精神面は疲れ知らず。ああ、すごいっすな、やっぱり。睡眠時間、平均、5時間。やっぱりメンタルは強いですか？と思いますね。そうですよね。はい。強靭な。弱小企業の社長やってられませんよね。はい、弱小じゃないですけどね。弱小ですもんね。いや、はい、高橋さんはあれですか、 YouTube の顔出しが OK なんですか？顔出しは NG ですね。NG ですね、うん、はい、じゃあモザイクがかかるんですか？モザイクがかかります。いいじゃん、出てやってください、こんな可愛いの。はい、時間は時間に入ってるんですか？はい、これは入ってないんですよ。あ、これ入ってないんだ。マッサージの時間だけでカウントするんですよね。じゃあ確かシャワー浴びるんでしたっけ、はい、この後にシャワー浴びてる時間もカウントされない。そうですね。お客さんの中には
まあ、別にあの今日はあのそんなにマッサージ長くやらなくてもいいから喋ってよみたいな人いない？いや、そんなにいないんだ。やっぱそうなんだ。私ながら話してた。僕180分撮ったら多分120分ぐらいから喋ってます。多分。でもそういう方もね、いらっしゃいますよね。はい、終わりました。こちらだけが。はい、了解です。はい、あ、これ。はい、一緒に入ってもらえないですか？いや、一緒には入れない。風俗店ではございませんので。じゃあ、入れます。はい、はい、お願いします。はい、ですね、この紙パンツ。いやー。どうすればいいんでしょうか。はい、ちょっと映らないように。あ、恥ずかしいわ。超恥ずかしい。なんか明るくないですか。明るいですよね。だからちょっと一応消しますか。はい、恥ずかしいですよね、うん、超恥ずかしいけど。高橋さん、この 業態はここ初めてなんですか。初めて。どのぐらい？1年経ちました。あ、もう1年経ったの。ずっとここで。そうです。働きやすいですか。働きやすいです。本当。ただいまより90分コースの施術を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。結構そんな上の方までやってくれないですよね、普通のマッサージは。いや、そりゃそうでしょ。あ、そうですよ。あの、やっぱ僕はあの呼ぶの男性なので。ああ、そうなんですか、はい、強いのがよくて。そうですよ。だから女性ってやっぱり、あの手がちっちゃいじゃないですか、だからグーって入っていかないので、もう男性でもめちゃくちゃこう体格が良くて、強もみの人がいいんですよね。じゃあマッサージは結構もみほぐしは行かれる。すごい好きです。ああ、一緒ですね、はい、僕もすごく好きです。もみほぐしは好きなんですけどね。一時はですね、最低1週間に2回やってました。はい、地元にも、ずっと通ってるところがあって、そこは行くんですけど、はいはいはい、で、こっちでホテル暮らししてる時は、もう僕決まった人がいて、はい、その人はあの池袋で自分でそういう院を持ってるんですけど、はい、それが多分夜の11時とかに終わって、それから僕のところまでわざわざあのバイクで来てくれるんですよ。では、あとは二人っきりのお時間を過ごしていただこうと思います。はい、申し訳ありませんね。いえ、とんでもないです。ごゆっくりお過ごしくださいませ。はい、では、一旦失礼します、はい。はい、ありがとうございます。どうも。今、マッサージ。どうもありがとうございました。マッサージ受けて、はい、来たばっかりの岩井社長でございます。はい、つやつやしてでしょ。まだ肌ツヤいいですよね。は、肌ツヤいいんですよ。そうですよ、ね、はい、肌綺麗ですね、はい、なんか若い女の子に触れてるせいで。ああ、いいですな。はい、いえいえ。いやー、本当にあのちょっとね、正直想像以上でした。はい、あのこういうものだと思わずに、はいはい、もう少しなんかあの なんていうかな、そういうなんか この辺へのね、あのっていうのはないのかなと。実際、まあ変な話、ちょっと具体的に言ってみますか。竿の部分に触れられないですけど、でも竿以外全部こう触れられるので、僕あと10年若かったらやばかったね、これ。いや本当によく言う蛇の生殺しですね。いや、そうなんですよ、生殺し点でございます。完全に蛇の生殺し点ですよ、これ。すいません、はい、いやー、でもね、何よりもめっちゃ可愛い女の子だったじゃないですか。ありがとうございます。若くて ね、 やっぱりあの、風俗店じゃないから、女の子も集まりやすいんでしょうね、そうですね、絶対そうですよね、これ。そうですね、本当はね、あの子がもし、ね、はい、こんなこと言ってやあれですけど、風俗にいたら大人気ですもんね。まあ、そうですよ ね愛嬌もあるし、愛想もいいし、いい子だし、本当にすごい素敵な子でした。はい、いや、もう本当びっくりしましたね。反応の方は、いや、もうものすごい頑張りました。頑張ったっていうのは、反応しちゃいけない、反応しちゃいけないって自分にもものすごいこう、あのインプットして、あの我慢しました、ね。自己暗示をかけて。そうです。はい。恥ずかしくて、やっぱり、そうですよね、あのもちろん自分でただ単に来たならば、全然身を任せると思いますけども、山田さんどっかでなんか覗いてんじゃないか思ったら、もう本当恥ずかしくてね、我慢しましたよ、今日。なんか自分にもこんなに我慢できるかと思ったからですね。はい。いや、まあ、でも、今日90分で、ね、やらせていただきましたけど、はい、なんか120分とか多い人が180分するのはよくわかるような気がする。そうなんですね。だから多分やっぱり最終究極は、はい、まあ、癒しに来てるでしょうね。そうなんですよ、絶対そうですね。癒しなんですよね、うん、あのそうでないと、あの理屈が通らないわ、これ、うん、まあ、
あのそれはすごい分かるような気がしましたね。まあ、もちろんね、あの相手がそんな、ね、女性の方なんで、ときめきはあるんでしょうけれども、究極そういうことがないなら、最初は、なんでこんなお金を払って、しかも時間も使うわけじゃないですか、来るんだろうなと思ってましたけど、やっぱりあるんだね、やっぱりすごい癒しっていう部分が。求めてるものが、ね、あると思いますね。はい、なんかさっき彼女言ってましたけど、昨日も今日も連続で来た人がいるって言って、昼間の間に。はい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 、すごいなと思って。連チャンできちゃうんですよね。はい、もう射精できないっていうのもありますし、はいはい、ついついという。まあ僕あの僕の会社の近くに出してくれたら、あの2日に1回ぐらい。あ、マジですか。じゃあ東京進出もです。はいはい、ありがとうございます。いや楽しかったですよ。ありがとうございます。はい、はい、皆さんぜひあの、アロマプリエールですね。あ、よく覚えてます。アロマプリエールにあのお越しください。よろしくお願いいたします。ね、あの今宇都宮ですけれども、はいね、だんだんこれあの FC も含めてですけども展開されるかもしれませんので、可能性としてはありますので、ね、はい、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、いいですかこんなんで、感想は。貴重なあのお時間いただきました。本当はもっとディープなこと言ってもいいんですけど。あ、はい、ぜひディープな。いえいえ一応ね、はい、一応はい、そんなことでございます。ありがとうございます。はい、いい体験でした。ありがとうございました。ありがとうございました。